4時55分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。来年3月に行われる JR 東日本のダイヤ改正で、京葉線の快速と通勤快速の運行が朝と夕方以降の時間帯で取りやめられることになり、沿線の自治体などから不満の声が出ています。 JR 東日本は来年3月16日に行うダイヤ改正で、東京駅と千葉市内の蘇我駅を結ぶ京葉線の快速と通勤快速について、朝9時台までと夕方4時台以降の時間帯で運行を取りやめ、すべて各駅停車とすることを発表しました。これについて千葉県の熊谷知事と千葉市の神谷市長は今月21日の記者会見で、それぞれとても有用がないと述べ、 JR 側に説明を求めるとともに申し入れを行っていく考えを示しました。 JR 東日本千葉支社の新澤談支社長はダイヤ改正の目的について、混雑している快速と乗車率が7割ほどにとどまっている通勤快速の利用者を平準化させることや、快速が停車しない駅の利便性を高めること、それに各駅停車が通過待ちをする必要がなくなることなどを挙げています。その上で土澤支社長は、県や市への事前の説明が足りなかったと思うので、狙いや背景を丁寧に説明しご理解をいただきたいと述べています。 JR 東日本によりますと、このダイヤ改正が実施されると、京葉線の朝と夕方以降の東京駅と蘇我駅の間の所要時間が最大で19分ほど長くなるということです。気象情報です。雷注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の太平洋沿岸の地域、千葉県のいすみ阿波、静岡県の伊豆に出ています。また乾燥注意報が関東地方の広い範囲と静岡県の伊豆に出ています。各地の今日これからの天気です。関東地方南部は晴れ、関東地方北部も晴れますが、後に曇って所により夜遅く雪になるでしょう。伊豆諸島北部曇りで時々晴れ、波1メートル50センチ、後2メートル50センチ。新島では1メートル50センチで、後3メートルになるでしょう。伊豆諸島の南部、曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨になるでしょう。波は1メートル50センチ、後に2メートル50センチ。三宅島では1メートル50センチ、後に3メートルでしょう。小笠原諸島は、夜曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は3メートル、後に4メートルでうねりを伴う見込みです。静岡県の東部と伊豆は晴れの予報になっています。各地の天気でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。はい。高速道路は常磐道の上りが三郷トンネルの先でトラックの事故のため、名古屋サービスエリア付近まで14キロ渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面に向かう内側には三郷エレベーター付近で乗用車3台の事故のため、市川中央インターまで12キロ渋滞しています。東関東道の下りは、和歌山市川インター付近で事故の影響で2キロの渋滞です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 15.290MHz、 南米向けの 7.380MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。
NHK ニュースです。来月14日に初日を迎える大相撲初場所で東の大関に座った霧島は初めて挑む